リバーシンあるいは2マイナス6、サイクロヘックスレミノプユリンとは、すでに分化した細胞を再び幹細胞へ、脱分化させる、作用のあるプリン誘導体である。2004年に、スクリプス研究所のピーター・シュルツのグループにより、コンビナトリアル合成を用いて開発された。細胞の脱分化の詳細な機構はこれまで、 不明であるが、何らかのキナーゼが関与しているらしいと考えられていた。そこで、シュルスラは、キナーゼと相互作用する複素乾式化合物5万種類の脱分化作用についてスクリーニングを行い、その中からリバーシンを見出した。リバーシンはマウス菌が細胞に対して特異的に脱分化を起こし、より未分化な細胞へ変化させる。未分化化した細胞は薬剤により、 脂肪細胞や骨芽細胞へ分化させることができる。しかし、脱分化の機構は細胞によって異なると考えられ、リバーシンが他の種類の細胞に対しても適用できるかどうかは不明である。チェン、エスチャン、Q、X シュルツ、PG ディング、SJ アム、ケン、ソック、2004、126、410から411。ありがとうございます。